皆様こんにちは、原田修作です。修作チャンネルにようこそ。今私はマンハッタンのニューヨークのマンハッタンにいまして、昨晩こちらのギリシャ料理を食べに出かけました。どの料理もすごく美味しかったんですけれども、そこで食べましたタンポポの葉っぱの炒め物というのがすごく美味しかったです。私普段デンマークに住んでまして、デンマークのコペンハーゲンで、フォレッチングという、日本でいうつくし狩りとか、キノコ狩りとか、そういったものを英語でフォレッチングっていうんですが、そのフォレッチングによく出かけてます。デンマークのコペンハーゲンではリンゴをこうもぎってきたり、イラクサをこう摘んでスープにしたり、いろいろしてるんですけれども、それをマンハッタンでもやってみたいなと、思いました。それで今日、近くにセントラルパークがありますので、そちらの方に散歩がてらに出かけて、そこでもしタンポポの葉っぱを見つけることができたら、タンポポの葉っぱをこうフォレッチング、タンポポの葉刈りをしてきて、今アパートに住んでますので、アパートの方でキッチンがあって、こちらの方でそのタンポポの葉っぱをこう炒めて料理して、食べてみたいと思います。じゃあ行ってきます。今、セントラルパークに向かって歩いてるんですが、道端になんか食べれそうな、雑草はないか、見ながら歩いています。デンマークでは結構こんな道端にも雑草、食べられる雑草があって、よくこう摘んで家に持って帰ってこう食べたりしてるんですが、さすがやっぱりマンハッタンはそんな道端に食べれそうな雑草はあまりないみたいです。今日は12度ですが、ちょっと風が強いので少し肌寒いです。はい、セントラルパークにやってきました。今ちらっと地面を見た感じなんですけれども、結構草というか雑草が生えてません。これからずっとセントラルパークを歩いて散歩しながら、タンポなり、他の食べれるような雑草があればそれを探してみたいと思うんですけれども、今3月の20日で、今日はこう天気がよくて暖かいんですけれども、やっぱりこう日本とは違ってこうちょっとこう春になるのが少し遅いので、そんでね、その雑草というのが生えてないまだ季節です。ただちょっとめげずに探してみたいと思います。雑草探しは横に置いといて、すごく綺麗なところです。この高層ビルの真ん中にセントラルパークがあるんですけれども、すごくなんかこうのどかでリラックスしたいような公園です。リラックスしている方もいらっしゃいますけど、本当にもうそんな感じの気分のいい公園です。スノードロップなんか他の花が咲いてますが、これらはきっと食べることができないと思います。なんかみんなこうこの丘の上に持ってきてすごくリラックスしてます。自分もこの丘の上でリラックスしたい感じです。なんかすっかりタンポポ探しも忘れて観光しまくってるんですが、この季節はタンポポ生えてないのでしょうか。昨日の昨晩に、ギリシャ料理屋さんでタンポポを食べたので、
すっかりタンポポが、生えてるものばかりだと思っていました、タンポポって一年中生えてる雑草じゃないかなと思ったんですが、結構どこにも生えてなくて、ちょっと探すのに困ってます。セントラルパークってすっごくミュージックにあふれた場所です。Log on, how to spell mark. いろんな人がいろんなミュージックを演奏しています。How to spell mark. com。ちょっと疲れたので今ベンチに座って昨日買ったイチゴ、ふわふわ大福を食べてます。今セントラルパークを南の方から北の方に半分、歩いてきたんですが、タンポポというよりも草が全く生えてません、これからまたここから北の方に半分、また散歩をしながら、タンポポを探したいと思います。なんかこうタンポポの草探しというよりもキノコとかマッシュルームを探した方がいいような季節です。きっとなんか美味しそうな草がありますが、これは食べれるかどうかは分かりません。ちょっと足休めに、バスケットボールをプレイしている、子たちを見ながら、抹茶のバームクーヘンを食べています。ずっと散歩しながら歩いてきましたが、タンポポが全くどこにも生えていませんので、今回は諦めます、そしてまた別のところで、別の地方で別の国で、またフォレッチング、雑草探しとかフルーツ探しをしてみたいと思います。Love is more than just a game.